小室ファミリーとは音楽プロデューサーの小室哲也を中心にした芸能人ファミリー。同人がプロデュースまたは楽曲提供した歌手たちを呼ぶ総称であり TK ファミリーとも呼ばれる。ファミリー入りするための定義はないが小室プロデュースの曲が代表曲になるとたとえ一曲の提供であってもファミリーだと世間的に認知されることが多い。また、 小室の右腕とされる久保浩二のプロデュースも含まれ、小室ファミリーと定義される歌詞は100組を軽く超えると、される。ただし篠原涼子や TRF をはじめ、小室がプロデュースするのは、概ね2年から3年程度であり、グローブのように10年も続くというのはケウである。これは、契約期間が最初から定まっているためであり、いずれは、小室抜けから離れて、 アーティストを送り出すという意味合いもある。また、ウィング所属アーティスト同様、ドスやキスデスティネーションなど、解散宣言が出されないまま自然消滅したグループも、ある。1980年代に、世界的人気を誇る歌手を多数輩出した、ストックエイトキン・ウォーターマンのプロデュース手法を参考に、している。実際に、1988年に、 小室自身が海外でそうと共同作業を行った経験があり、日本と海外の音楽市場の間の絶望的なまでの格差を思い知らされるとともに、スタジオワークの面白さにも目覚めている。1994年から1997年の3年弱、小室哲也のプロデュース楽曲がオリコンチャートの上位を埋め尽くす現象が発生した。メディアはこれを小室ブームと評した。 1992年から1993年、バンドブームが衰退し、ビーイングブームが起こった。その後、ビーイングブームの鎮静化と前後して、TM ネットワークのプロジェクト終了の頃から、複数のアーティストへのプロデュースを本格化し、TRF、アナス、大谷健吾、水木有沙、さ、ひとみによる、小室ファミリーの原型が出来上がった。しかし、TRF、アナス、 瞳のデビュー曲では、オリコンチャートの100位以内にも入ることができず、ラジオでもオンエアされることは少なかった。また、当時小室は EPIC ソニー時代から一貫して、ソニーミュージックエンタテインメントに所属しており、他レコード会社の楽曲をプロデュースすることに対する反感も相当強かった。その後、TRF の e a Do Dance、寒い夜だから、などがロングヒットし、 中森明菜のアイブがアルバム曲ながら注目を集め、東京パフォーマンスドールの篠原涼子が、篠原涼子オイズ、T 小室名義で出した恋しさと切なさと心強さとが初登場27位からチャート1位まで上昇し、大谷健吾が原宿を中心に人気を集め、ここからプロデューサーとしての小室哲也に注目が集まった。TRF はサバイバルダンス。 ののくらいもは、ボーイミーツガール、クレイジーゴナクレイジーなど5作品連続でミリオンセラーを記録、ダウンタウンの浜田雅都氏に、H ジャングルウィーズティーメイキで提供した、ワオオートナイト時には、おこせよムーブメントが、予言通り、ダブルミリオンを獲得したことで、プロデューサーとしての地位を確固たるものにした。同時期に、同じイニシャルを持つ音楽プロデューサーの小林武史も、 ヒットを生み出していたことから TK 時代と呼ばれていた。楽曲提供のみにとどまらず、エンジニアリングから A&R 業務までのプロジェクト全体を統括するプロデューサーとして業界内でも期待を集めた。しかし、1994年から95年前半にかけて丸山茂雄が設立したアンティノスマネジメントによる欧米型マネジメント体制は、 プロデューサーとしての楽曲大量生産に対応できるものではなく、やがて破綻した。楽曲制作以外の部分を肩代わりする存在の出現が望まれ、プライムディレクションとバーニングパブリッシャーズなど、バーニンググループによる集団管理体制が次第に構築されていった。これに伴い、この時期以降のアムロナミエを除くほとんどの小室作品は、バーニングパブリッシャーズが、 音楽出版上の原版権を所有している。この体制の下で、グローブ、ドスなどがデビューし、アムロナミエ、カハラトモミなどのプロデュースと共に成功を収め、1996年から1998年にかけて、いわゆる小室ファミリーによる小室サウンドが大量生産されていった。電通内に小室哲也チームが作られ、コンサートの冠スポンサー、 ウェブサイト TK ゲートウェイとの連携など単なるタイアップ曲の枠を超えて重層的なメディアミックスが仕掛けられた。この時代にプロデュースを受けたアーティストがコムルファミリーに分類されることが多い。その一方で同時期に香原智美は予想外のブレイクによりアイドル歌謡曲志向への転換を余儀なくされリミックスアルバムが発売中止となり HAND は1年余りで プロデュースが終わり、海外向けへプロジェクトユーログルーブも終了した。1995年から1999年までは、アサヤンなどで小室メニのオーディションが数回企画されたり、テレビ CM やテレビアニメ主題歌とのタイアップをつけて、有望新人を小室プロデュースでデビューさせることが流行った。しかし、鈴木闇骸を思うような売り上げが出ず、皮肉にも、 同じファミリーメンバーでの競争も起こった。このような形態でデビューし、現在も活動している歌手は非常に少ない。なおこのブームに乗って、小室哲也と親交がある、カモン達夫は、小室哲也プロデュース作品の替え歌を集めた、TK 替え歌メドレーを2作リリースしている。カモンは、替え歌メドレーを発表するときは、原曲の著作権者の許可を得てからリリースしているが、 小室哲也は非常に協力的だったと言われる。TK Presents ト1997年1月1日には、プロデュースしてきた歌手などに声をかけ、TK Presents トとして、You Are the One をリリース。コネットとは、小室ネットワークではなく、子供ネットワークから来ており、小学校や中学校にインターネットを普及させようとする小室独自のプロジェクトの名称である。 1996年以降、小室以外のプロデューサーや A&R の台頭により、小室ファミリー以外の歌手によるミリオンセールスの CD が増え始めた。これと反比例するように1999年頃から小室楽曲の作風が変化し、小室プロデュース作品の勢力は衰え始めていくことになる。1997年の絶頂期、小室と小室ブームを支えてきた。 松浦正人を中心とするエーベックスの関係が破綻し絶縁。以降、小室のマネジメントが迷走し、同年4月のカハラ、ヘイトテル、エーライを最後にミリオンセラーがなくなるなどブームは急速に失速してゆく。この年は2月のアムロ、キャンニュセレブレイトが年間ランキング1位を獲得したものの、翌1998年は小室作品が トップ32ランクインしないなど、その失速は急激なものであり、同年グローブが第40回日本レコード大賞を受賞したのを最後に、一連の賞レースから遠のくこととなった。一方で、前述の契約期間終了などによる、所属していた歌手の小室プロデュースからの独立が相次いだ。1999年にトップ1中12曲を占めた小室作品は、 翌2000年にはわずか2曲となり、チャート争いからも急速に離脱した。そしてこの頃から、小室自身が日本の音楽シーンの中心からやや離れたプログレやトランスに傾倒し、ミリオンセラーに届くヒット曲を出さなくなった。CD 不況に突入する0年代に向け、CD バブル崩壊の1999年から2000年にかけての歌謡界は、 以下の流行を見せていた。これらの影響が一気に押し寄せたことに加え、2000年に小室系として唯一ミリオンセラーを達成していた鈴木亜美がリアリティ、ダンシン、インヒップホップを最後に歌手活動停止状態に陥り、小室ブームは事実上終焉した。小室ブームが終焉に差し掛かった2000年3月に1993年以降の 小室プロデュースによる楽曲 CD の累計発売枚数が3000万枚を突破したことを記念して a ク e x トラックスから当時の小室ファミリーの集大成として3枚組のコンピレーションアルバムありがとう30ミリオンコピスベストオブ TK ワークスが発売された。小室は2001年1月にソニーミュージックエンタテインメントとの専属プロデューサー契約を解除し、 前受け報酬18億円の返還を求められることになり、この返済と自身の浪費のために借金を重ねることになる。そして2008年に小室は詐欺事件が原因で逮捕、活動停止状態に陥るが、皮肉にも同時期から小室の楽曲が再び注目されるようになる。その後、2010年に小室は活動を再開し新曲を発表する一方、 コムルファミリー出身者のメディア登場も再び活性化する。近年はコムロ自身に加え、ファミリー出身者では特に香原智美と TRF メンバーのメディア登場が活発化しており、コムルファミリー時代の楽曲について取り上げられる機会が増えている。2008年11月時点で発表されたコムロが、それぞれ作詞、作曲、編曲、 プロデュースを手掛けた楽曲の総売上枚数は1億7000万枚以上であり、これは日本の音楽家では歴代1位の記録である。2011年にはファミリーとして自身が務めていたユニットグローブのボーカルで妻の稽古が雲幕下出血によって一命は取り留めたものの、露列や後遺症を患ってしまったため、現在ではリハビリなどを両立しながら、 自宅にて療養中である。実質的に小室とマークパンサーのみでの活動として専念をしている。そのため大型音楽番組での出演の際には他アーティストとセッションをする試みとなっている。稽古に関しては同ユニットがデビュー20周年を記念したイベントの際にもごくわずかながら音声のみでの出演を果たした。ブーム終演後でもフジテレビ FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭り、日本テレビ、ザ・ミュージックデイ、TBS、音楽の日、テレビ朝日、ミュージックステーションウルトラフェス、テレビ東京、テレ東音楽祭などの各テレビ局の大型音楽番組や、小室ファミリー、小室ブームを特集で扱う番組に、小室が中心となって、小室ファミリーが集結して、定期的に出演して、ヒット曲のメドレーを披露している。 2021年に小室と慶子の離婚が成立。この際財産分与が争点となり、小室は現在も印税による、ソ利益が年に1億円あるとされており、経費や税金を差し引いても手取りで、数千万の収入があると報道された。純不動。単発及び、現在は別プロデュースのミュージシャン、歌手も含む、以下のミュージシャン及び歌手については、基本的に、 当ファミリーとしては扱われない。法人としては現在の ABEX ライブクリエイティブだが2005年の ABEX グループ再編でコンサートの企画制作に業態変更している。カハラ曰く TK ファミリー内で仲の良かったアーティストは全然いない。みんなリリースの時期が近かったっていうのもありますし、1位を取りたいという気持ちがすごい。 TK のプロデュースだとみんなそう思っている。だからみんな敵なんですと語っている。 h t t p s n e w s p i ッシュ c o m スラッシュ news スラッシュ2942512スラッシュボディスラッシュ https://goetweb.jp h スラッシュパーソンスラッシュアーティクルスラッシュ 20210627-matsuura36 コム論本人もそれかな。 意識していたようで、2008年11月1日の n a c ブの開局20周年番組に出演した際には、前半10年と後半10年は全く違う。99年からの10年は、なかなか曲が出てこなかったとトロするほどであった。なお、同年4月22日にリリースされた空については、小室の右腕こと久保孝治がプロデュースしている。 ただし、初期の2曲については、久保浩二がプロデュースしている。作詞の概念を変えられてしまった。とにかく僕には、オートマティックっていうのは出てこなかった。出ないってこと自体、クリエイター側からすると、出てこないんだ自分は、ってなるんです。歌詞のはめ方、ラジオの喋り方等、何から何まで自由で、羨ましいな、こんな好きに喋っていいんだっていうことだったり、 ブラックミュージックを原風景に育ったネーティブな日本人が21世紀を引っ張っていくと語っている。歌唱力があったり、メロディが良かったり、歌詞が良かったり。僕には彼のしょっぱい感じが出せなかったと語っている。アムロの結婚、産休がこれらと重なった影響も大きい。脱税事件による事務所とのトラブルのため。 https://www.excite.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ myjitsu099338 スーパークイズスペシャル出演時に元祖小室ファミリーしかしあまり売れなかったと言及しているありがとうございます